あとこれまた人権擁護案の話がちょっと出てきたんですが、この人の質問はちょっとこう関係ございません。岩瀬さん、続けてお答えいただきますか。人権擁護法案がゾンビのように廃案になっては生き返ります。その時ですね、自民党の中にも賛成する人がいると聞きますが、そうなんでしょうか。そうです。なぜなら自民党の中で最も戦っているのはこの人権擁護法案で、当時は党の執行部がほとんどみんな賛成の立場です。それは私はその背景はよく分かりませんけれども、自民党の中で、人権擁護法案を通そうと思っている人はかなり、いると思っていいと思います。先生、それどうしますか。いざその自民党法案が民主党からこうそれを出していくといった場合、自民党の方を対応としてはどうされる。これはね、結局ね、それ自民党が出て場を潰してきたんですね。でこの前井上さんと私とで徹底的に潰しまして、論理的に予算言い方してもね無理なんです。だから自民党の中で上げるってことは絶対もうありえませんわ。これはただですね、出てくる、そういうことを向かやってもらってから民主党政府の中で出てくるんですけれども、今日は自民党はですね、もともと人権擁護法もそうだし、夫婦別姓とかね、外国人の参政権もね、自民党の中で出てた話なんですよ。でところが、ね、自民党議論したでしょう。それ議論して我々がどんどん言い出しすぎて、自民党はっきり言いました、自民党が保守なんてこと言い出したんで、つい最近ですよ。この前でも保守なんて言ってないんですから、はっきり言いました。で今ね、遅ればせながらそういう保守だというのを彼が言い出したんで、もう言えない、もう人権擁護とかね、この夫婦別姓とか、ね、外国人参政権ね、これは言えなくなってしまった。でその前までは、まあ、はっきり言って考えてなかったんですよ。対してこの考えずに次から次へと役所が出てくるんですね。で人権擁護なんか何であるのかというとね、もともと法務大臣やってもらえたから、ね、私とこれは言いましたよ。西川君、君はね、なんで人権擁護法はね、それ反対するんだよと。私は海外に法務大臣って言ったらね、反対しいよと。そういうね、組織がね、日本だけなんだよと。だから作ってくれよという意味ですね。何大臣言ってるんですか。日本はこういうことをする必要はない。人権ね、そういう海外のような、とんでもない差別はないんですと。だからいいんですよという話だったんですが、そういう役所が仕事を見つけるんです、これ。彼らはある種ね、本当に、彼らなりの政府官で真面目に仕事やっていくと、どんどんどん仕事を作っていくんですよ。で、つかなくてもいい仕事を世界に行ったら、あなたは自分のところもつかなければならないというね、そういうとんでもない、政府官で、本日はその政府官がこういうふうにやらするんで、それはもう、稲田さんと私とでですね、徹底的に潰しちゃったんで、自民党が出ていくことはもう、この現在、まずないと思いますね、それは。はい、ありがとうございました。大変、安心いたしました。それで、西田さん、続けてちょっとお答えいただけますか。参議院の問責決議案が検討されているという話ですが、これで退陣に追い込むことは可能なのでしょうか。可能なんです。もともと衆議院の審議案を出すのも参議院で出すのが絶対確実に通るんですから、で野党も多いですからね。ですからそれをしたらいいと。ところが衆議院の方は憲法上それが通ったらですよ、解散するか、総辞職するかということを書いてあります。これは参議院に慣れてないから、法的に強くなれてないかとおっしゃるんだけれども、これは同じことになるんですね。なぜなら、参議院でこれ、可決するとですね、もうお前たちはダメだと参議院という委員が決めたんですが、もう可決した我々の方は出ません。これは。出ませんから、国会が動かないんですよ。動かないから、動かして法案、または予算、審議しようと思ったら、どちらかのこの公共決めに行ったらなんですね。お前がやめるか、ね、やめるかならないって話です。そうすると、これはね、ここでやめなきゃならないんです。ところが、世論注文がありますね。世論注文があって、これは、そんなに大事な時にね、審議出てくるのはお前たちの悪いんだという、そういう世論をまだ作ってくるんですよ。だから、そこを金でやらないといけないから、出すタイミングというのがあって、だから我々が出すのは、6月22日が会議末です。一応ね。で、来年の6月22日に出す。出したら、これは会議ないんですから。次は、もう一度菅さんがですよ、国会で日本会開くと。開くときに、一役分からなければ、あんたが入れる限り国会開いても、参議院の開けないよ。参議院議長も、もうボタン押さないよ。という話が、この民主党の中でも出てきますから、当然、
民主党だったらもう参議院で開けないって言うんだから、監査やめてくれと国会できないんじゃないかということで、やめさせると。そういうシナリオだったんですね。だからそこを封じるために今度は考えられているのは、今までは国会閉じた方が予算委員会開くために、まあ、西田や何やの時代に叩かれると。だから国会開きたくなかったんだけれども、閉じてしまうと、この席最後出されたら、今度やめなきゃならない羽目になるんで、それじゃあ半年間延長しましょう。そうすると、半年間延長して、審査役審議しようとしているのに、参議院が出して、審議しないというのは新曲じゃないかというね、世論を起こそうと思ってますね。まあ、そういう状況なんです。だからそこを皆さん方にお知らせいただきたいと思いますね。はい、ありがとうございました。稲田先生のお伺いいたします。先生が指導されている自民党内で保守グループ、伝統と創造の会以降が中心となって、旧国内閣が、とか、旧国内閣とか、なんとかできないものですかと。閣として立ち上がり日本党も参加されて大同団結としてのことですが、本人のことです。それいかがですか。もちろん民主党の中にも同じような考えの人がいるし、立ち上がり日本もいるしですね。で、私はそういうふうに持っていきたいですけれども、ただ、もう一回解散総選挙してもらわないと、例えば伝統と創造会41名おりましたが、あのソマニフェスのおかげでですね、でもう30名以上落選しておりますから、ですからやっぱり一回解散総選挙してから、私は、まあ、正解されるということになるんじゃないかと思います。なるほど。ところがこういう質問なんですね。それではその谷垣自民党に政権が戻っても多少のマシなだけで日本の財政がつながらないんじゃないでしょうかと。で、この方はですね、そういう意味で創生日本の会に期待するところ大ですと。そこで先生方はなぜ自民党にこだわるのですかという、こういう